皆さんこんにちは、健康読書です。今回は1日5分、3週間で一生アルコールがやめられるトレーニングという本の内容を解説いたします。本のレビューでもお酒をやめることができたとコメントしている方が多かったです。お酒がやめられなくて悩んでいる人の参考になれば幸いです。では早速ですが、アルコールがやめられない理由は一体なぜなのでしょうか。それは気持ちいい、やる気が出るといった感情を引き出すドーパミンがアルコールによってしか出なくなっていることにあります。本来ドーパミンは食や家族、仕事など命を維持しつなげるための行為や知的な活動に対して分泌されます。私たちはそれを気持ちがいいと感じるようになっているのです。ではアルコールによって壊れたドーパミン神経を回復させるためにはどうしたらよいのでしょうか。結論からお伝えすると、本のタイトルの通り3週間お酒を飲まない期間を作ることで回復します。今回は3週間の禁酒を成功させるための重要なポイントであるアルコールをやめる3つの基本を要約してお伝えいたします。では早速参りましょう。基本その1、アルコールに対するマイナスの自己暗示をかける。アルコールに対するマイナスの嫌なイメージを繰り返すことで強烈な嫌悪感や拒否感を作ります。嫌なイメージをするだけで効くのかなと思うかもしれませんが、実はこの方法はとても効果があることで知られています。禁煙など様々なことに用いられることがあります。それではやり方の紹介です。まず体を楽にして何度も深い深呼吸をし、体をリラックスさせます。いかにリラックスできるかが暗示をうまくかけるために非常に重要です。次にマイナスのイメージを思い浮かべます。例えば怪我をした時のとても痛かった思い出や、ドブや生ゴミなどのとても臭い匂い、家族が自分を見て悲しんでいる姿などを思い浮かべましょう。お酒を飲み続けることによる健康被害などをイメージして結びつけるのも良いでしょう。そしてそのマイナスな感情を感じたままアルコールの缶や瓶を頭に思い浮かべます。すぐにはうまくいかないでしょうが、何度も繰り返しお酒に対するマイナスのイメージをどんどん強くしていきましょう。基本その2、アルコールに対するプラスの自己暗示。マイナスな自己暗示は強烈に効くのですが、効けば効くほど嫌な気持ち、ネガティブな状態になります。気分を戻すためにも大事なのがプラスの自己暗示です。これはアルコールがいらなくなった心地よい明るい未来をイメージする方法です。アルコールへの欲求を下げるとともにドーパミン神経を活性化する効果もあります。やり方は基本1と似ており、まずは深い深呼吸を繰り返し体をリラックスさせます。リラックスしたらプラスのイメージをします。自分がアルコールをやめたので大切な人が喜んでいる姿や褒めてくれている姿、抱きしめられている様子を思い浮かべましょう。この時に重要なのが喜んでいる人の服装や声、言葉、抱きしめられている時の腕の感覚など細かくイメージすることです。とにかくやめたことで起こりうるプラスのイメージをできるだけリアルに思い浮かべることが大切です。プラスの自己暗示はたくさんやっても負荷はかからないので、どんどんやってみましょう。やればやるほどドーパミン神経の早期回復にもつながります。そして最後の基本その3、衝動的なアルコール欲求を消す方法。禁酒に取り組むことにおいて一番不安になりそうなのが衝動的な飲みたい欲求ではないでしょうか。そもそもなぜやめているときに衝動的にアルコールが飲みたくなるのでしょうか。これは不安、恐怖、怒り、悲しみなどの激しい感情が起こったことによることがほとんどです。激しい感情が起こると人間の脳は生命の危険を感じたと思い、本能的に体を戦闘モードにし緊張状態に陥ります。すると脳は緊張を緩めるためにドーパミンを求めます。アルコールでしかドーパミンを出せない人はアルコールが飲みたくてたまらなくなるわけです。ではどのように対処すればよいのでしょうか。まずは欲求が本能による飲みたい衝動であるということに気づくことが大切です。強烈な飲みたい欲求が出た時に本能が暴走しているんだなと気づくことで冷静になり脳が再起動します。本能の暴走はピタリとやむことでしょう。もう一つの方法は脳をオーバーロードさせること。つまり頭をごちゃごちゃにしてあげます。脳の許容量を超えた処理をせれば脳はフリーズして再起動するためアルコールの欲求は止まります。
オーバーロードのやり方の例を本の内容からご紹介いたします。まず右手の指で三角を描きながら左手の指で丸を描きます。そしてそのまま頭の中で 300-7、293-7 とこのように300からどんどん7を引いていきます。やっているうちに頭がこんがらがっていつの間にか飲みたい欲求が消えているはずです。この方法でなくてもとにかくたくさんの動作や考えを同時に行い頭をパンクさせましょう。以上で3つの基本は終わりです。この基本をしっかり身につけうまく使えば3週間の禁酒をやり遂げる大きな近道になるはずです。さらにこの本では3週間分計21個の1日1つ行うアルコールがやめられるトレーニングが紹介してあります。さらに成功率を上げたい方は実際に本を読んで実践してみてはいかがでしょうか。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。